どうも、マナッチです。このチャンネルは車に関する、特に、研磨に関する情報をアップするチャンネルとなっております。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。こちら、千葉県千葉市花見川区にございます。マナッチガレージ、施工の様子をお伝えしていきますが、ちょっと今回はですね、長めなんですね。情報量がね、多いので、もしよかったらメモでも撮っていただくと、いいかな。はい。今回のお車、ディフェンダーですね。 このお客様なんですけど、かなり洗車好き。もうね、マルチミーぐらい。うん。3日課に一遍は洗うらしいんですよ。他のお車も合わせると、年間300日は洗っているよと。そんなお客様なんですよ。ってことはですよ。はい、そうなんです。前半部分はですね、この洗車好きがこうそうして、と言ってるのかわからないですが、その洗車好きが故になってしまったお車をコーティングする。 ま、研磨をするという内容になります。そして後半はですね、このお車実は1年前に成功したんですよ。で、最近またご入庫いただいて、要は1年後にもう一度軽く磨き直してるんですね。そこで新しいコーティング剤を導入しましたので、その内容もお伝えしようと思います。びっくりしますよ。必見です。はい。水回りあっという間に終わってしまいました。中に入れます。 パッと見はですね、これパールのフレークがだいぶ強いので分かりにくいんですけども、まあ傷はやっぱり入ってますよね。洗車好きあるあるなんですよ。いろんな溶剤を使います。何回も洗車をします。というと、洗車傷、このようにいろんな角度から傷が入りますので、最終的にはぐるぐると、ような洗傷がたくさん増えてきます。シミはほとんどないように見えるんですよね。なんせ弾いておりますし、ツヤもあるし、 ただよーく見ると、なんかちょっとおかしいな。もうやってるのかな。とね。ハテナが出てくるようなボディ状態ではあったんですよ。あとですね、このディフェンダーというお車、もうね、いろんなパーツに分かれてる。うん。細かいとこから、狭いとこから、曲がってるとこから、あとは材質の違うものからということで、とにかく手数を要するようなお車だったんですよ。はい。窓ガラスも今回成功しましたので、そちらもやっておりました。 そして、本来の磨きなんですが、これね、ほとんど3インチを使った、研磨でしたね。で、傷はね、そこそこ、まあ、普段よりは、普段入庫するお車よりは少なめだったので、まあ、綺麗に、丁寧にね、洗車をされてらっしゃるんだな、という印象は、最初は受けました。ですので、スポンジバフで、こちら、ルペスの75ですかね、を使って、少し圧は強めに入れて、一緒にそのまま傷も抜けたらな、ということで磨いております。 コンパウンドが BLT の B、C を用いております回転数がだいたい4ぐらいですかね結構早めに回してでこのディフェンダーというお車しっかり研磨したのは僕実は初めてで特にこの方に関しては3つではあったんですけど傷がね意外と抜きにくかったですねでチリ面もやっぱ入りやすいまあブラックということもありますけども意外と深く入ってるところは手強かったですね はい。こちら今フェンダーを磨いておりますけども、これ1年前ですよ。僕のね、髪型もこんな感じなんですけど、えー、っと、1年前ですから、ちょうど2023年の2月とか3月ぐらいだったかな。ほんと1年あっという間ですよね。はい。そして側面ですけども、先ほど言った BLT の B と75のルペス。で、今ね、さらっと映りましたけど、少しね、やっぱり村っぽいというか、くすんでるんですよね、ボディが。で、これなんでかなーと、まあ、お気づきの方。 わかると思いますけども、上にね、いろんなものを塗られてしまう。塗布してしまうと、本来の色味というものが、もう封じ込められてしまうというか、汚れと一緒に、堆積してしまうわけですよね。お客様やっぱり、洗車好きですから、ケムからもたくさん持ってます。もう、下手したら僕よりも知識あるんじゃないかなっていうぐらい。で、まあ、撥水系だったりとかね、ツヤの出るものとか、簡易コーティングがあります。その他、もろもろが乗っているわけですね。で、お客様的にはしっかりリセットをした、 つもりでではあるんですよ。ポリッシャーも持たれている方ですので、ある程度 OC メンテナンスクリーナーとか、えー、A06 とかっていうものを使って、定期的にリセットはして乗せているとは言ってるんですけども、やっぱりところどころ残ってはいたりとか、洗車傷に入り込んでしまうケースもあるんですよ。ですから、洗車傷がパッと見見えなかったりする時もあるので、僕らで言うと、ある程度軽く磨いたらどんどん傷が出てきましたとかっていうケースは本当全然あります。 特にこのマナッチガレージ。まあ、皆さんのおかげでですね、ほんと戦車好きの方の入稿が非常に多くて、入稿するときがまあ綺麗なんですよ。バッチバチ弾くんですよ。何もやってませんって大体言うんだけど、大体バチバチなんですよ。それを取るのが大変ですよ。効果型も大変なんですけど、簡易型も重ねれば重ねるほどやっぱりそうになっていくので、密着度も上がってきますから、まあ大変ですよ。はい。そして今同じポイントのところを、 BLT コンパウンドの C、一番粒の細かいものですね。で、えー、スポンジバフも少し柔らかいものにして、同じようにまた磨いてます。なぜ同じところを磨いているかというと、ちょっとカメラワーク分かりやすいようにしているんですけども、これやっぱり少し燃やりやすいのもありましたね。同じところをずっと当てていると熱がかかってしまって、コンパウンドが張り付いたような感じになります。まあ季節的にはそんなに、あの湿度も高い時ではありませんので、まだマシだったんですけども、 ウエスでね、吹けばスッと綺麗にはなっていくところなんですが、えー、先ほどの B の時と違って少しじっくり優しくゆっくり当てているのがわかると思います。で、やっぱりね、磨いていてなんかおかしいよなとか、わざとこうすごく厚く当ててみたりとか、一箇所集中して磨いてみると、ね、いつも言います。このスポットの光が綺麗に見えるようになっているかなといろんな角度から見て攻めるんですけども、ちょっと様子がおかしいよねと。 これ、お客様も何回か施工中に見に来ていただいて、どうですかなんて、どっか傷入ってましたかって、すごくやっぱ気にされていた方で、あ、かなり大事にされてらっしゃるんだな、というのはね、感じましたけども、そこで、はい、プロバイトさんの A06 登場です。要はですね、なんかね、シミとか、薄い、くすみというのが、コーティング材でやっぱ隠れてたわけですよ。簡易コーティングのね。はい。なので、磨いた後に、それがちょっともやっと出てきている。で、一度ちょっとここで、 A06 を入れて様子変わるかなと薄く入れてはいるんですがこれ実際すぐ近くにお客様いらっしゃるんですよねオーナー様がでなんでこう今やってるんですかとかすごく熱心な方ですので今こういう状況でこういった作業でやってるんですよともう全然見てもらってうちはね構わないですのででやっぱり A06 をやると滑りも良くなりますしこのね物理的に何て言うかな研磨でえ取れるものもあればやっぱりケミカルで取れるものもあって ケミカルで取った方がいい場合の方が、あるんですよね。ゴリゴリやれば何でも取れるってわけじゃなくて、ケミカルの性質上それに合った汚れを、しっかりそれで除去していった後に、研磨を入れていくわけですよ。そうするとスッキリしていくんですね。これはたびたび、先ほど言ったように、うちの <laughs>、入庫いただくお客様っていうのはそういうケースが多々ありますので、もし DIY で何かが困ったなとか、何かもやっちゃうよなって言った場合は、一度軽く研磨を入れた後にね、こういったケミカルを使ってみて、 ボディ状況が変化するのかっていうのを確認されてみてもいいと思いますね。はい。そして、この下の部分が、また材質が変わってて、ピアノブラックだったりするんですよ。要は、パールが入ってない状態。で、狭い R があったりするので、まあ大変でしたね。で、ここでちょっとね、もしね、最後尺がなくなってしまったのは困るので、先に少しお話しすると、はい。これで、一度コーティングをするわけですね。磨いた後に。 で、一年間、お客様の方で、ご自身でメンティでからできるお客様ですので、まあ、洗車をしたり、たまに、A06 を使ったり、ポイントで、o c を使ったり、そして、簡易コーティングを乗せたり、ということで、一年間過ごされるわけですよ。うん。で、その後、一年後に、うちの方に持ってきて、ちょっとまあ、傷がやっぱ増えてきてしまったのでね、えー、軽くでいいんで研磨してくださいよと。横っ面はほとんどないんですけど、みたいな内容で、またご入庫いただいたわけですよ。はい。今、細かいとこ磨いてます。 このヘッドライトのところ、この材質がね、なかなかですよ。なんか、ヘッドライトの下にウォッシャー液が出る、やつが標準なんですけど、それはね、すごくシミになるんで、取った方がいい。このお客様取られてるんですけど、あそこにつけると、ウォッシャー液がね、だれてしまって、全然固着して取れないんですよ。まあ、もしくは、ウォッシャー液をね、純粋に変えたりとかっていう手もありますけど。はい、このようにミニポリッシャーも使って、狭い範囲を研磨していきます。話戻ります。そして、その時、 要は一年後に来た時に、まあ、軽く経験も入れるんですけど、上何塗りましょうかと言った時に、今回、おそらく日本では初めてから、ブラスクさん、ね、今、硬化型のスプレー12番、13番というのがだいぶ人気ではあるんですけど、そちらのブラスクさんのメーカーの硬化型瓶に入っているコーティング剤を当店で使用することになったんですね。ちょっとフライング気味にこれお伝えしてますけど、で、それのデモ施工ということで、 一通りもらったんですよ、一式。手始めに。ちょっと、まなちさん使ってみて感想を聞かせてくださいっていうレベルなんですよね。で、僕もね、どの車に使おうかなと。まあ、なんか、マイカーに使うのももったいないしな、と、色が映えるような、特にしっかりがっつり研磨を入れて、そして、洗車好きのお客様じゃないと、その経過がわからないんでね。ということで、そんな話をしてたら、じゃあ試して僕の家でいいんで使ってくださいよ、って言ってくれたので、そして、それを施工した。というのが後半の内容になります。はい。 今、ホイールも研磨してます。このホイールもね、ブラックのね、かなり傷が入りやすいですね。磨きはしたんですけど、結局、梅も入れながらやっております。すいません、ちょっとあっという間に過ぎてますけど、1年前、一発目のコーティングは、神風コレクションさんのみやびの上に、ワックスを乗せる、という工程です。なぜかというと、お客様自身が、戦、まあ、車も好きなので、いろんなものを乗せる可能性があるので、まあ、 皮膜を乗せるだけ、うん、ガードをしてほしいというベースのコーティングだけを乗せただけですので、で、お化粧でね、このようにワックスを乗せました。まあ、お客様すぐ入てしまってはいるんですけど、ワックスもいいですよね、なんて僕の趣味でちょっと乗せましょうかということで、スイスバックスを乗せさせていただいた次第です。はい。ですので、その、ブラスクさんの効果型のコーティング剤の、レビューというか、内容がこの後半にわかるというわけですが、一旦こちらで、 終了となります、はい、1年前作業した僕らのフル研磨をして、神風さんのみやびからのワックスです、まあ。パールが強いですから、こう、ぼやっとっぽくも映る感じではあるんですよ。今ね、スポットを見ても。うん。特に黄色みがか,かったスポットに関しては、そのように映っちゃうかな。全体的に傷も多かったんですけども、ほぼほぼ抜くことができて、そしてフィニッシュとなります。 まあ、お客様自身もこの時点で、かなり喜んでもいただけましたし、この後メンテどうしようかな、何塗ろうかな、というね、洗車ライフを楽しんでいただいたと思います。はい、そして1年後です。これ、つい最近です。まず水回りの時点ですよ、これ。まだ磨いてませんよ。水回りでバッチバチなんですよ。もう弾半端ないでしょ。何を塗ったらこうなるんだろうとね、思ってしまうぐらいの、お客さんのメンテ状態なんですよ。 こっからも洗ってみないとわからないですけど、って傷の状態もですね。もう100回ぐらい、200回ぐらいは洗ってるわけですから、傷はやっぱり入る。はい。そしてシミっぽいのもほら、傷入ってますよね。もうこれはね、僕がそれは200回300回洗えばつきますよ、僕でも。うん。なので、これはいた仕方ない部分。それを分かってるからこそまたご入荷いただいたわけですよ。ただ横面はね、まあ、そのフォームと純粋器を持たれているので、そこまでピアノブラックも、 そこまで荒れてなかったですよ。どんどん洗車の腕がね、上達していらっしゃいますよね。実はね、お寿司屋さんの大将なんですよね、オーナー様が。で、今度、お寿司食べに来て、って言われてるんで、えー、ちょっとね、ご質問なりに行こうと思います。はい。その、その時はお願いいたします。はい、このぐらいやっぱシミはね、どうしてもついてきます。そしてぐるりと見て、まあ、このぐらいだったらこの辺の県まで行けるよね、ということで、1年ぶりにまた磨いてるわけですね。はい、風貌が変わっております。 私も、ちょっとこうワイルド最近言われるんですよ。ちょっと池王オジチックになりましたよねって言われるんですけど。まあ、そんな話はどうでもいいですね。はい。はい、磨いております。え、ウールは入れずですね、ほとんどスポンジバフ、えー、集フィニッシュと、あと、マナーバフのスポンジがありましたので、この時はその2種で撫でるように。で、上っ面は少しですね、強めに入れてますんで、もしかしたら下にある雅が取れてしまっているのかなというのもありました。 ただ横面に関してはサラッとでいけましたのでほぼ上に乗っているいろんなもの、うん、カインコーティング等々が剥がれたぐらいなのかなとここでこのブラスクさんのコーティングの説明を簡単にしますけども今現時点で3種類おそらくもう1種類増えるんですけどもガラスの成分の純度が非常に高いコーティングが用意されています一番いいものですとシロキ酸という、ね、成分が75%そしてバランスの取れているものと あと、ポリシラザンでできているもの、計3種類あります。まあ、レイヤーもできるものですので、耐久はもう5年とか、いうふうに言われているんですけども、とにかく、美しさを追求した。本当に、ガラス、綺麗なガラスを、ふっと乗せたような、感じのコーティング剤なんですよ。まあね、よくね、ガラスの成分が強いと、ポリシラザンなんかそうですけど、シミになりやすいんじゃないかな、というのはあります。はい。正直、その辺はあると思います。なので、 ブラスクさん、1番から13番まで,では販売されておりますけども、その辺のものでメンテナンスをしっかりしていってくださいよ。上に犠牲被膜を乗せてくださいよというような内容なんですよ。で、今回は RX52520 という、まあ、一番標準型バランスの取れたコーティング剤です。で、これね、施工はね、やっぱね、そこそこ難しい。はい。あの、最初は、 スッといけたんですけど、やっぱりやればやるほど少し重くなったりとか乾燥する時間を置くのがというのはありました。もうこれはプロじゃなきゃ施工できないものだと思います。そして、日をまたいで11番のワックスを施工しております。これはもうメーカーさんブラスクさんの方で推奨されている施工方法ですので、それに伴ってやってますが、見てください。もうすんごいでしょ。ほんとね、透明感がある。まあ、下地ありきのものもありますけど、とにかくね、綺麗なんですよ。 後日お客様から運転してるんだけども、もう景色が反射しちゃって運転に集中できないっていうぐらい言われてしまったんですよ。ああ、やっぱ時間足らないな。そしてね、重大な告知。今年の3月24日日曜日、マナチガレジにて、こちらのブラスクさんと、そしてもう一つ、アダムスポリシュさん、二つのメーカーのコラボイベントを開催します。で、その中で、業者さんの方は、このコーティング剤をお使いになられたい、取扱いという方と、 あと、コーティングのモニター施工を募集します。その時。はい。もちろん、商品の販売もするんですけども、もうね、盛大なイベントしていきたいと思いますので、もし参加できる方、ぜひ、入場無料ですので、来ていただきたいと思います。はい。最後、写真でお伝えしましょう。とにかく、美しい仕上がりになります。ということで、本日は、ディフェンダー、1年がかりの動画となりました。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。コメント、高評価もお願いいたします。 それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。